動画を編集する道具について1分で話します。パソコンの動画編集ソフトは業務向けと一般向けがあります。一見一般向けの方が簡単に見えますが、そうとも限りません。多くの業務向けソフトは動作が軽く速くなるように設計されています。同じパソコンで使った場合、業務向けソフトの方が快適な場合が多いです。最近はソフトの値段も大幅に下がっています。またスマートフォンの中で編集したり、 YouTube のサイト上にも編集機能がついています。どれを使う場合も必要な機能だけ覚えれば OK です。ぜひあなたのビジネスや活動に動画を活用してください。